昔々あるところに貧しいけれども心の優しい青年ヨヒョウがいた。一羽の鶴が罠にかかり困っているところに通りかかったヨヒョウは鶴を助けてやった。翌日若くて美しい娘が嫁にしてほしいとヨヒョウの家を訪ねてきた。ヨヒョウに嫁いだ娘は部屋にこもってパタンパタンと旗を折り、仕上がった反物はよく売れた。しかしどういうわけか鶴の嫁はたびたびヨヒョウにこう忠告するのだった。